こいつはね、こいつがどうなってもいいのか、こいつの目ん玉を頭の裏まで吹っ飛ばすぞ。好きにしろ。お父さん、クソが、ごめんなさい。人間じゃなかったのかよ。嬉しいぜ、ロボット。なかなかうまい手だったぜ。人間そっくりのロボットに気を失ったふりをさせ、隙を見てコイルを回収させ、されたくなかったら持ってるコイルを全部よこしな。嫌です。叩いたことは謝りますけれど、あなたにこれは渡せません。逃がすか。よそ見か。無駄な抵抗するな。そのワイヤーは重機でも切れない。涙が。だからその手はもう通用しねえだ。なんだ。あとは頼んだぞ。ミラ。焼き切れりゃ止まる。あっけないもんだぜ。こいつはきっと金になる。まったく、とんでもないもの持ち帰ってくれたね、今日は。おい、コオロギ。大丈夫か、このロボット。暴れてねえし、様子見で問題ないだろ。いやなんでこんな格好なんですか、私。無駄な機能ついてやがんな、このロボットは。ロボット、ロボット言わないでください。これでも乙女なんです。ああ、失礼します。循環に水道水を使っていまして、定期的な交換が。それより今後こういったアクシデントを回避するためにも、鍵を修理するか、私専用のバスルームを希望します。ミラー、元気だった。ちょ、何するんですか。ポンコツのくせに余計なこと考えてんじゃねえ。僕のベッドが俺、てめえはそこのソファーだ。ですよね。おい、京馬さん、おはようございます。ロボットのくせにいつまで寝てんだ、ガラクタ。